4話のラストが謎すぎる。5話の展開が全く読めない。やっぱり鬼滅の刃は面白い。テレビアニメ鬼滅の刃刀鍛冶の里編4話、語ることが多すぎる。遊郭編の時もそうでした。回が進むごとに語る内容が増えていく。キャラの秘密も少しずつ明らかになっていく。品津川玄也なんてまさにそう。なんでこの子は死なないの？作者が鬼と間違えてる。名前が関係している。品津川の一族はみんなそういう体質。じゃあ兄貴の実美もアニメ勢よ。考えるがいい。当てたらすごい。4話の最後には三つ里ちゃんも登場。いよいよ主要キャラが出揃った。刀鍛冶の里編の主要キャラは鬼殺隊側が炭治郎、禰豆子、玄也、無一郎、三つ里、鬼側は玉子、反天狗。サブキャラクターは刀鍛冶の鋼塚、金森、虎徹、鉄鎮など。サブキャラクターについてはまだあの人気キャラクターも登場を控えている。楽しみすぎる。今回はアニメ4話の後半部分を徹底解説していきます。しっかり解説を最後まで見て次回の5話に備えましょう。いいねとチャンネル登録をお願いします。しないとあなたの死因が赤度による拷問になります。共有ボタンから LINE を開いてこの動画をキープに送ると健康運が 30% アップ。では参ろう。アニメ刀鍛冶の里編4話前半おさらい。アニメ4話前半のおさらいです。私は4話を計10回は見ています。何度見ても面白い。冒頭は霞柱、時藤無一郎が虎徹を救出するシーン。壺鬼を倒し、虎徹の要望通りに走る無一郎。炭治郎の言葉をきっかけに、無一郎の中で何かが変わり始めている。虎徹がビビるほどのスピードで走る無一郎。柱の脚力を物語っています。場面は変わり、炭治郎と鱗のバトル前半戦。鱗の分裂を見て、反天狗の秘密を看破する炭治郎。炭治郎の分析能力、呼吸の使い方など、遊郭編よりも格段に成長した炭治郎の姿が勇ましい。しかし、反天狗の倒し方は未だ分からず、徐々にスピードを上げてくる鱗。このままでは拉致が開かない。炭治郎はとある作戦を思いつきます。場面は変わり建物のバトルへ。玄也と哀絶、禰豆子と辛くが戦っています。玄也は哀絶に急所を突かれても、槍でぶん殴られて骨が折れても死なない。この男は不死なのか。哀絶も困惑しています。禰豆子と辛くの戦いは、目も当てられないほどえぐい戦い。最初は辛くが、禰豆子の腹を貫通する蹴りを食らわせる。禰豆子は反撃。辛くの頭を蹴りで吹き飛ばし、バッケツで燃やした後に内輪で吹き飛ばす。禰豆子のデスロールは何度見てもかっこいい。赤度も吹き飛ばそうとした禰豆子でしたが、ここは赤度の冷静な対処により、尺上と雷撃で固定されてしまいます。拷問を受ける禰豆子といったシーンで前半終了。続いて後半戦。炭治郎 VS 鱗後半戦。鱗の本気のスピードに苦戦する炭治郎。炭治郎は早く禰豆子と玄也のいる建物に戻りたい。しかし走っていっては遅すぎる。鱗を倒したくても切っても分裂するだけで倒し方がわからない。炭治郎はとある作戦を思いつきます。その作戦を実行することで事態は悪化するかもしれない。しかし迷ってる暇はありません。とにかくやる。炭治郎決意。禰豆子たちのいる建物はすぐそこ。あそこまで一息で行く。つまり一呼吸で爆発的な力を使い飛ぶ。鱗の飛行能力と勢いを利用する。その名も追い風作戦。まずは鱗に背を向けて走り出す炭治郎。鱗に自分を追わせることで方向を定める。そして攻撃を誘う。挑発に乗る鱗。爪で炭治郎を仕留めようとします。炭治郎はこれを寸でのところで回避。そしてかわした瞬間に鱗に向かって突撃します。刀を突き刺し相手の飛行能力と勢いを利用する。爪で背中を攻撃されようと離さない。背中への爪の攻撃は原作だとよく見ないとわからない部分。アニメではわかりやすく演出されています。そしてアニメの飛行距離が長い。笑い。建物はすぐそこのはずでしたが滞空時間が結構長い。原作では一瞬で建物にたどり着いています。これはいつものご愛嬌。遊郭編の時の善逸の霹靂一閃神速と同じ現象です。滞空時間を長くしなければセリフを話す時間もないし、あっけなさすぎる。一回上に飛んでいるので勢いは消されてしまっていますが、そこは触れてはいけません。
実は炭治郎は宙を蹴っているのです。呼吸による脚力の向上で空中を蹴りながらうろぎを操作している。そうなんです。そして建物に激突、そのまま建物の壁を破壊します。破壊した壁の向こうにいたのは赤土と尺状に固定されている禰豆子。炭治郎激怒、赤土に攻撃、赤土の尺状によるカウンター。炭治郎はこれをかわしうろぎの足で受け止めます。赤土の雷撃は同じ細胞のものには通らない。ゴム手袋作戦成功。赤土は炭治郎の勘の良さに気づきます。そしてここでワンポイント。原作ではいつ切ったかわからなかったうろぎの足、アニメでは赤土が解説してくれました。炭治郎が壁を破壊した後にそのような動作をしているのがわかります。もう一度アニメを見てみてね。そして炭治郎は片手で首を切れないことを理由に赤土の下に向けて一閃。炭治郎はうろぎとの戦いで気づいていました。舌を切るとほんのわずか回復が遅れる。本当に炭治郎は勘がいい。うろぎの足を使って禰豆子に刺さった尺状を抜こうとする炭治郎。もう少しで抜けそうなところで赤土が邪魔をします。尺状により地面に押さえつけられる炭治郎。雷撃か、いや来ない、禰豆子です。禰豆子のバッケツで赤土を燃やす。禰豆子の血は相当効いています。バッケツは動きを止められる。ここから逆転できるかというところで飛ばされていたカラクが復活。上空からうちわの爆風、地面に叩きつけられる炭治郎と禰豆子。この威力が半端ない。体がひしゃげるほどの威力。2階から1階へ床をぶち抜き意識を失ってしまった2人。燃えていた赤土も復活。カラク、ウロギが集まってくる。絶体絶命。玄野と哀絶はまだ戦っているはずですが、そもそも倒し方がわからないのでどうしようもできない。ここからどうなる。4話のラストシーン。ここから4話のクライマックス。原作の流れではここから時任無一郎と玉子が対峙するシーンに入っていきます。しかしアニメでは大幅に変更されている。敵襲、玉子の壺鬼の大群が刀鍛冶の里の人を襲うシーン。これは原作を丸々1話分飛ばしている。さすが鬼滅の刃制作スタッフ、読みも一筋縄ではいかないようだ。次のシーンでは恋柱神戸寺光莉が登場。春日井ガラスの案内で急いで刀鍛冶の里に向かっている光莉。里の危機になんだか嬉しそうな表情にも見える。これには理由がありそうだ。そして光莉の頑張るぞという掛け声とともにアニメ4話は終了しました。最後のこのシーン、いろいろ考えることがあるわけですが、いくつかの要点だけ今回はお伝えしましょう。まず刀鍛冶たちが戦う姿が見れたということ。里の危機には刀鍛冶も戦う。手にも持つ武器は薙刀やなた。これもおそらく日輪刀の材料を使っているのではないだろうか。鬼の襲撃に備えて。しかし刀鍛冶は戦闘スキルが皆無なため、上限の生み出す壺鬼には全く歯が立っていない。また里を守る鬼殺隊士がほとんどいないという事実。何人か警備で置いておいてもいいものですが、人手不足の影響か。このシーンは本来もっとセリフがある場面。今回はラストシーンということで省略されている模様。そして光莉が走るシーンの解説。まず光莉の春日井ガラスの声優が堀江由衣さんだということ。声優に詳しくない私でも名前だけは知っているほどの有名人。無一郎の春日井ガラスも有名人だったということで、今や鬼滅の刃は声優図書館とも言われています。そしてこのシーンがどういう状況かの解説。これは里の場所を知らない光莉を春日井ガラスが案内しているという状況です。刀鍛冶の里は鬼殺隊の柱ですら場所を知りません。春日井ガラスだけは場所を知っています。光莉は刀の研磨のために里を訪れていました。そして上限襲来の前に刀の研磨が終わり、担当の地区に帰っていました。たまたま光莉の担当の地区が里に近かったため、今回は救援に回ることになった。つまり刀鍛冶の里にさっきまでいたから光莉が呼ばれたのではなく、担当の地区が近かったから呼ばれたが正解。もしも近くに他の柱がいたら、その人物が呼ばれていたはず。例えば品津川サネミが近くにいたら、サネミの春日井ガラスが連れてきていた。そうなると面白かったかも。まとめ的なもの。アニメ4話は考えることが多かった。いや、まだある。ラストの流れが原作と大幅に違っていたこと。これが何を意味するのか。考察する必要があります。光莉のシーンに入っていくのか。それとも、
やはり鬼滅の刃は面白い。原作が終了して考察する部分なんてもうない。そういう意見もあります。だがそれがいい。深く深く掘ってゆけば、やがて誰も見たことのない光が見えるのだ。考察とはそういうものだ。ただ奇抜的な考察をするだけではなく、もっと深く胸に突き刺さるような、そんな見え方を伝えたい。今回は以上になります。いいねとチャンネル登録は絶対です。共有もガンガンしてください。それではまた。